悪魔のように強いカードを主軸に据えて使っていきましょう。まあ悪魔やけど。ということで、ヤグタウンです。そう、このね、悪魔のように強いカードといったカード、それはね、エビルデーモンです。うん、悪魔族の悪魔やけど悪魔やけど悪魔のように強い悪魔のカード、まあその通りやな。ということで、エビルデーモンを主軸に据えた、デッキ、そう、デュアルデッキとなっております。今回はこのね、エビルデーモンさ、皆さん思いません？そのレッドアイズデッキを使っていて、エビルデーモンってもう明らかに強いじゃないですか。じゃあエビルデーモンを主軸にしたデッキの方が、これ果たしてレッドアイズ主軸じゃなくてエビルデーモン主軸の方が強いんじゃねえかって思っちゃったわけですね。さあ、ということで、エビルデーモンを使っていくカードとデッキとデッキカードとデッキとなっております。さあ、ということで、このエビルデーモンの効果なんですが、まずデュアルモンスターですね、再度召喚することで、こいつ恐ろしい能力を備えることができます。というのが、一旦2回自分メインフェイズに発動、このカードの攻撃力より低い守備力を持つ相手フィールドの表側標準モンスターを全て破壊するといったところで、火力2500です。要するに相手の表側表示であれば、守備力2500よりちっちゃい、カードのモンスターは全てね、全て破壊することができる。そう、特殊召喚とか通常召喚とか、そういったね、条件に関係なく全て破壊することができる。ちょっと恐ろしすぎっていうようなカードなんですよね。で、こういったね、うまく使っていくために、まあ、デュアルに特化したデッキとしましたっていうのが、まさしくね、このスーペルビスを使うことによって、エビルデーモン即ね、デュアル召喚した状態となってくれるんですよ。なおかつ自分がね、墓地に行ってもスーペルビスの効果で、墓地のモンスター、通常モンスターを一体ね、特殊召喚することができるんで、まだね、エビルデーモンを戻すことができるというような、言ったような、相手からしたら非常にね非常にもう絶望しかないっていうような、デッキとなっております。さあ、相手モンスター壊していったぞっていうのが、今ね、結局デュアルモンスター普通に強くて、まずダークバルキリアですね、先ほどの効果を使った、ダークバルキリアなんですが、ね、その前にか炎陽鳥、ウィルプス、これね、ウィルプスの効果で、墓地、ウィルプスがデュアル召喚した時に、墓地にリリース自らすることによって、モンスターをね、一体引っ張ってくることができるんですよ。墓地の特にね、これもレベルの指定とかないんで何でも持ってこれます。で、その持ってきた墓地から再度召喚された状態のモンスターを持ってくることができます。デュアル召喚であるモンスターを、墓地から蘇生させることができるので、今ね、このダークバルキリアを墓地から、そう、デュアル召喚状態のダークバルキリアを持ってこれたので、ダークバルキリアではですね、デュアルモンスターで、まずカウンターが乗るんですよ、こいつ。1回だけですけど、カウンター乗ります。で、そのカウンターを取り除くことで、フィールド上のモンスター1体を選択して破壊すると、相手の思っているよりは関係なくね、相手を破壊していくことができるんで、要するにエビルデーモンって表側のモンスターしか破壊していくことができないんですね。でもダークバルキリアは表側じゃなくても裏側でも倒していけるので、そこはエビルデーモンとうまく使い分けてもらえたらなと思います。さあ、これで召喚していきましょう。エビルデーモンね、ちなみにこれ召喚気をつけてくださいね。まず攻撃表示にしてから必ずね、デュアル状態にしてください。じゃないと、召喚権を使ったってことになってしまうので、最初に、召喚っていうのをしたら、そこだけは十分気をつけてもらえたらなと。さあ、相手が火力を上げたことによって、こちらエビルデーモン、残念ながらね、火力2500なんで、2500より高いモンスターは破壊することができません。エビルデーモン、そう、こういう時にね、ダークバルキリアが非常に優秀だったりするんですよね。で、今ね、非常に引きたいカードがデュアルスパーク。これね、めちゃくちゃ強いです。デュアルスパーク速攻魔法カードなんですが、ジムフィールド上の表側表示の、レベル4のデュアルモンスター1体をリリースすることで、フィールド上のカード1枚を選択して破壊できる上に、カード1枚ドローできます。そう、めちゃくちゃ強いよな。ドローもできて、相手もカードね、1枚破壊することができると、非常に有用な、カードとなっております、デュアルスパーク。さあ、それでは、ここはね、もうちょっと1回耐えしのぐしかないな。このデュアルスパークを引くか、かなりね、相手の今の環境にぶつかったりの神の摂理を引くかといったところですね。ちなみにこの神の摂理ですが、今回ね、僕エビルデーモンに特化するためにブラックオブレジェンドをデッキに入れております。で、ブラックエブレジェンドって墓地に行っても効果発動することができて、エビルデーモンが墓地に行った時に、まあ、それ発動することができるんですけど、墓地のブラックオブレジェンドを手札に戻します。で、墓地のレッドアイズモンスター、要するにエビルデーモンをデッキに戻しますっていうような形なんで、ブラックオブレジェンド手札に戻るので、
この神の摂理のコストとしても全然、ね、使っていくことができるといったような形となっております。さあということで、ウィルクスをねここで再度召喚することによって墓地のモンスターを1体ね持ってくることができます。さあリリースすると自身をリリースすることによって墓地の通常モンスターを1体特召喚することができる。そうさらにその通常モンスターなんとデュアルした状態です。これ、ね、あごめんなさい、デュアルモンスターを蘇生できます。さあデュアル状態で持ってくることができるんで、ここで効果発動、バルキリアにカウンターを置きます。一つカウンターを置くことができる。さらにそのどうしたチェーンしてるね、残念ながら無駄だぜ。効果発動、ダークバルキリアのカウンター1個取り除くことでフィールドカード1枚を破壊することができる。 OK です。破壊した。そうこういった時に本当エビルデーモンとうまくね使い分けをすることによって、相手の突破できないモンスターとかも突破していくことができるので、やはりデュアルモンスターは非常に優秀かなと思います。おっとこれは完全なる、自滅をしてくれましたね。大変どうもありがとうございます。でねサブテイラーでも突破することができるといったようなデッキとなっております。で今回ね本当にこのデュアルスパークをいかにねうまく使っていくかっていうのもミスだと思います。まずねこうデュアルスパークって星4であれば、星4のデュアルモンスターであれば全然使えるんで、要するにサイド召喚しなくてもいいんですよ。ただそこに存在してくれるだけで、ただそこにいてくれるだけで十分。そうフィールドにいてくれるだけでいいんだよ。なんかすげえ西野カナっぽくなったわ。西野カナっぽくなっちゃった、ごめん。いやーマジで、いやこのねウィルプスも非常に優秀やし、ダークバルキリアも非常に優秀な、いずれもね星4モンスターなんで、このスパークが使いやすいといったような形になっております。さらにね今出していったこのブラックオブレジェンドってもうフィールドに出すだけで、要するにねこのエビルデーモンを無条件で召喚できるといったような形になっているので非常に優秀かなと。で相手ね6部ですね、非常に二刀流が怖かったんですよ。でその二刀流が怖かった時とかもブラックオブレジェンドを使うことによって効果力モンスターをカード1枚フィールドに存在するのはカード1枚だけでずっとね攻めていくことができるっていうようなところが非常に優秀かなと。で先ほども言ったんですがエビルデーモンが墓地を落ちた時にブラックオブレジェンドまたね手札に戻すことも可能ですので、あちなみにねこれ手札に戻すこと可能なんですけど、一つ十分気をつけてくださいっていうのが、ウィルプス、この炎陽町ウィルプスで、墓地のモンスター蘇生できるんですよ。でスーペルビスでも蘇生できるんですよ。ただし、ブラックオブレジェンドの効果を使うことによってデッキにね戻っちゃうのでエビルデーモンが、だからそこは状況に応じて、ウィルプスとかスーペルビスで、復活させたいときはブラックオブレジェンドの効果を使わないようにしましょう。さあ今はね相手の火力が2500で、おそらくチェーンの感じから見るにあたってどっちやろう、これどっちかな、まあ、まずね二刀流やと思うんですね。今チェーンしてなかったんです、右上の砂時計が、だから多分二刀流です。だからここ相打ちしていきます。生物ではない、生物やったら頻繁にね右上フリーチェーンなので、フリーチェーンっていうかこちらがモンスターが出ていればフリーチェーンとなるので、右上のこの砂時計ですね、こう黄色の砂時計あの回ってますね、あれが動いてなかったんで二刀流だと確信しました。さあバルキリア来た、これはじゃあ早速ね墓地のブラックオブレジェンドの効果を使って手札にブラックオブレジェンドを引き入れましょう。で手札に来ることによってこれね、あスーペルもあるもんね、これかなりね迷いますね。でウィルプスでやっていきましょう。ウィルプスにスーペルビスをつけることによって、スーペルビスの効果でモンスター一体をフィールドに持ってこれるのと、あとはデュアル召喚したモンスターをフィールドに持ってこれるのとっていうのがあるね。勝っちゃった。後半もどうぞ。ガチャ、いやーグタウンです。さあということで今回のデュアルデッキいかがでしたでしょうか。エビルデーモンをね主軸に置いたデッキ非常に強かったです。さあということで今回のデッキの必須カード3枚ピックアップ、ポン。さあポンが出たといったところで必須カードの説明です。まず必須カードの1枚目はこちら、レッドアイズライトニングロードエビルデーモン、こいつです。非常に強いよね、デュアルモンスターです。1体2勝、自分メインフェーズに発動できる。このカードの攻撃力より低い守備力を持つ相手フィールドの表側表示モンスターを全て破壊する。強すぎ。
普通にね、強すぎます。うん、普通に強すぎます。はい。で、このね効果を使っていくためには再度召喚する必要があるので、後々紹介する。てかもう必須カードの2枚目は必須カードのもうこの流れでいっちゃいます。じゃあ必須カードの2枚目はこちら、スーペルビスです。そう、スーペルビスをエビルデーモンにつけることによって即ね、この効果を使っていくことができるっていうのが非常にでかいかなと。ということで、スーペルビス装備魔法カードです。デュアルモンスターにより装備可能、装備モンスターもう一度召喚された状態として扱う。2、表側表示のこのカードがフィールドから墓地へ送られた場合、自分の墓地の通常モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを特召喚するといったところで、そうこれね、ブラックオブレジェンドも入れてるんで速攻エビルデーモン出すことができるんですよ。で、そのエビルデーモンにスーペルビスをつけることによって、即ね、デュアル召喚状態になるので、かなり強力な効果を速攻で使っていくことができるといったような形になっております。で、なおかつね、エビルデーモンを墓地に行っても、墓地のデュアルモンスター、墓地の通常モンスターを1体ね、特召喚することができるので、もちろんね、そのデュエルが進んでいるのであれば、エビルデーモンが墓地に落ちていればエビルデーモンも復活できるしといったような形、非常にエビルデーモンが続く、このカードのおかげでエビルデーモンが、100% の力を発揮して戦っていけるような形になっております。さあ、ということで必須カードの3枚目はこちら、デュアルスパークです。これね、速攻魔法カードなんでかなりね使い勝手がいいです。デュアルスパーク、自分フィールド上の表側表示のレベル4デュアルモンスターを1体リリースして、フィールド上のカード1枚選択して発動できます。選択したカードを破壊し、デッキからカードを1枚ドローするといったところで、そう、星4のデュアルモンスターであれば最強召喚しなくてもこのカードを使えますっていうので、今回ダークバルキリアと炎与鳥ウィルプス、これね6枚も星4の、デュアルモンスターが入っているので非常にね、使いやすいっていうのと、これねカード1枚ドローできるっていうのが本当実はめちゃくちゃでかくて、今回神の摂理等も入れているので、やはりね手札をちょっと増やしておきたいんですよ。だからデュアルスパークで相手の行動に対して、デュアルスパークを速攻魔法なんでね、相手の行動に対してデュアルスパークをチェーンすることによって相手を空振りさせて、なおかつこちらが2つねアドが取っていけるといったような形になるので、本当に非常に強いカードでした。さあ、ということで役立つ毎日19時と20時1日2本動画の方アップロードしております。ぜひぜひ、コメント、そしてツイッターも随時募集しておりますので、こんなコンボ面白いよとかいうのがあれば教えていただければ動画で紹介させていただきたいと思います。さあ、ということでヤグタン、このデッキ、この動画少しでもいいなと思っていただけた方はチャンネル登録とグッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。さあ、それではヤグタンの動画、19時の動画も20時の動画もてめえら全員100回ずつ見ろよ嘘2回ずつ見てねということでヤグタンでした。それではまた明日の動画を見てください。またね。次回城之内シスデュエルスタンバイ。